本来の使い方はこう使うんですね。ニュースにもなってましたね。窓を開けるのはほんの少しでいいですね。2つ、めっちゃおすすめですよ。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回は車中泊の時の換気扇ですね。それと車内の匂い、これはね、どうしてもね、タバコを吸う方、そして車中泊といえば車内で食事をしますので、食事のね、食べ物の匂いが車内にこもりがちなんですよ。そういった時に解決してくれるアイテムを2点紹介いたします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。これね、換気扇じゃないんですよ。実は運転中に首がめっちゃ涼しくなる扇風機なんですけど、この換気扇、本来の使い方はこう使うんですね。ここからエアコンで冷やされた冷たい空気が首に当たってめちゃめちゃ気持ちいいんです。この辺りにリモコンをセットしておけば、オッケー。車中泊の時はこうやって換気扇として使ってます。めっちゃ助かりますね。これコンパクトなんで、窓を少しだけ開けて、外から見てみましょうか。こういう感じなんですけどね、リモコンで今弱10、強、モバイルバッテリーでも使えるので車中泊の時に本当助かります。窓を開けるのはほんの少しでいいですね。ここからしっかりと中の空気を吸い出してくれてます。タバコの煙で試してみたいと思います。ああ、吸ってますね。きっちり吸ってます。これは助かる。この換気扇と、このプラズマクラスターの空気清浄機があれば、煙問題、匂い問題は一気に解決しますね。タバコの匂いだけじゃなくて、車中泊でやっぱり車の中で食事をするじゃないですか。どうしても食べ物の匂いが車内にこもるんですよね。そうした時にもちろん換気扇は必要なんですけど、この空気清浄機、これも頼りになりますよ。こちらの空気清浄機はニュースにもなってましたね。すごい能力ということで、まあお値段はそこそこするんですけど、本当効果はすごいです。タバコの匂いなんてあっという間に消えますよ。そしてこちらの扇風機、これもね、形状がね、こういうハーモニカのような形してるじゃないですか。なんで先ほどもお見せしましたように、窓のところにこう設置しても邪魔にならないんですよ。この本当2つ
めっちゃおすすめですよ。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。少しでもね、参考になったなって思われた方、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いできれば今後の励みになります。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。